篠んのポッドキャスト教えて篠崎先生ポッドキャスト教えて篠崎先生は日本語教育についてのお悩みや授業のヒント文法に関する質問や発音矯正のやり方などを日本語教師歴20年の篠崎大師がお伝えする番組です知的に輝く人生ををコンセプトに日本語教育を楽しむノウハウを提供する 株式会社シノケンがお届けしますこんにちはチョーカリンですポッドキャストシノケンの教えて篠崎先生今日は第十六回です篠崎先生よろしくお願いしますはいよろしくお願いします早速いきましょうか <laughs> 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 はい。じゃあ行きますねう。早速行きましょう。うょうえっと、うん、今回は40代のデビューから5年目の方からこのような質問をいただきました。はい、女性の方ですね。はい。うん、篠崎先生、こんばんは。はい、こんばんは。今日は、カッコだらけの文法の授業でした。皆さんの量はゴミ袋いっぱいですよね。うん、ゴミだらけですよね。うん。 ゴキブリも一緒に住んでますよね。ゴキブリだらけですよね。<laughs> どんなとこに住んでるんですかね。<laughs> 怖いですね。<laughs> と比較的スムーズに進んでいきました。うん、がある学生が、カッコばかりも一緒ですかと言ったのです。うん、例文の中に、モーターショーは男の人だらけでしたという文を入れていました。うん、確かにモーターショーは男の人ばかりでしたと言えます。 そして、どちらかといえば、自分自身が使うのは男の人ばっかりだったのよね。の方だったりします。うん、この違いは何でしょう？これは私の宿題となってしまいました。うん、<coughs> 調べたところ、かっこだらけは嫌なイメージですから、うん、人に対して嫌な感情を表さないようにするにはかっこばかりを使った方がいいという解説の一つだけヒットしました。うん、本当にそうなのでしょうか？ 解説をよろししくお願いいたします、はい、なるほど。なるほど。まあ、あれですね。あの、はい、初中級か中級ぐらいの、まあ、意味がよく似た表現。そうですね。ね <laughs> もうね、中級以降になると、こういう表現がたくさん出てきますよね。この、ね、似たようなものがね、はい、どう違うんですかっていう。はいね、さあ、これでも、だらけとばかりは、張さんはどういうふうに違うと思ってますか確かにだらけは <laughs> 聞いた感じではちょっと嫌な感じとか汚い感じとか、うん、よくない感じがしますね。あ<ー>どちらかというと。なるほどばかりは。ばかりはそうでもない。そうでもないような。<ー>はい、そしたらさっきあったね、モーターショーは男の人だらけでしたっていうと、うなんか嫌な <laughs> <laughs> ねお。ねえ、なんか。 嫌なものがいっぱい,い、<laughs> なんか臭いような気がします。臭汗臭い男がいっぱいそこら中にいるみたいな。っていうイメージですよね。ねそうすると次モーターショーは男の人ばかりでしたって言うとまあそうまあ汗臭いかどうかはまあとりあえず。<laughs> <laughs> まあ普通に男の人がいっぱいって感じですね。た,ただただ人がたくさんいたということかな。はい、なるほどなるほど。そうですよね。確かにあのダラ系はここのあの質問してくださった方も書いてあるようにまあ。 嫌なイメージを持ってるっていうのは、はい、これは多分、あの多分、これはまあ確かなことですよね。そうですね。不愉快な、不快感を伴うというか、<laughs> 不愉快だという。はい、だ良いことにはまあ使わないですよ、ね。はい。例えば、で、でまあ、だらけだから、まあ、たくさんあるという意味だけども、はい、いだらけの前にはどんな言葉が来るだらけの前に。にゃんにゃんだらけ。 ゴキブリだらけ <laughs>、ね。いや、それはこの手紙、<laughs> この質問で、一発目出てくるよ、それ。ゴキブリだらけ、えー。<laughs> 何が来るでしょうなんか嫌なこと。うん、まあ大体いい嫌なもんですよね。はい。ね。あの、お金だらけとは言わないもんいいね、大体。あ、言わないですね。<laughs> 言わないね。イケメンだらけとか言わないもん,んね。<laughs> <laughs> 言ったら逆にこの,辺この人おかしいが、ね、<お金> <laughs> 例えば、泥だらけとか。 言いますね泥だらけってね使うとしたらば結構使う頻度高いのあと血だらけもう聞いたことありますねはい。あとはまあ傷だらけもうありますね傷だらけ傷をしたとかね傷だらけあとまあ間違いだらけとかねそうですねうんあとまあ借金だらけもありますねお金だらけとは言わないけど借金だらけとは言わないねまあ今泥とか血とか 傷とか間違いとか借金とか、まあ、どれもこれもあ,あんまりいいものではない、ね。そうですね。うん。まあ、たい前に来るものはあの、このだらけの場合は、前に来るものがだいたい決まってるっていうか、よく使われる言葉ってのは、まあ、たい決まってて、泥だらけ血だらけなんかも、それ筆頭なんですよね。はい、あと、まあ、傷だらけ、間違いだらけ、借金だらけとかっていうように、まあ、たい出てくるのが決まってるんで、あのー、もし学習者に指導する場合は、 まず一つは、あのー、まあ、あまりいいものにはつ、いいことには使わない。か嫌なイメージがある。嫌なものが周りにたくさんある。という、はい、い意味で使いますと。はい。で、えー、例えば、泥とか、血とか、借金とか。か借金とか。<laughs> <laughs> とね、えー。という言葉がよく来ますと。はい。って言えば、まあ、あの、だらけの用法は、あの、大体いいんじゃないかなという感じですかね。で、ばかりは、 あのー、別にいいとか悪いとかっていうのはな,くないよね。そうですね、うん、男の人ばかりでしたっていうのも別に男の人が、ね、いいとか悪いとかないもんね。<laughs> はい、<laughs> この場合は本当になんていうかな、えー、と100%男の人っていう意味だ。はい、ね、そうですね。 うん、ただの男の糸みたいな。<laughs> 特に悪い男の糸でも <laughs> いい男の糸でもないようなあ。そうだね、そうね。その意味でね。ただの男、はい、その意味です、その意味で別に変なあの、だから逆に言ったらその男の人だけっていうみたい。はい。うん。だからそういう、あの、女性は、逆に言ったら女性はもういなくて、男の人だけっていう時に男の人ばかりという言い方するわけ。はい。そういう意味では、 限定しているというか男の人って限定しててう、ね、もう種類は1種類しかないっていうそれしかないっていう、はい、そういうあの意味を言、あのー、う場合は「ばかり」を使う。はい、だから例えば「酒ばかり飲んでいる」これは言えるかなああ言えますね。うん酒ばかり飲んでると「酒ばかり飲んでいる」と言えるでしょ、はい、でも、えーっと「酒だらけ飲んでいる」 ってはよくわからない。<laughs> 言わないよね。<laughs> そうですね, <laughs> ね、うん。まあ仮にお酒というのが嫌なものだとしてもよ <laughs> でもそういう意味では使えないでしょうねという。そうですね,ね。そういう用法では使えない。酒だらけを飲んでると嫌い,という、はい、だからその辺があのこのだらけと、えー、ばかりの違いかないなんかばかりの方が使いやすいような。ああただ多いということだから。そうですね、うん。なるほど。それもあるかもしれないよね。うんで あの、これとよく似た表現には他にも、ずくめとか、はい、まみれとか、はい、ありますよね、はいだ。ずくめだったら、いいことに使う悪いことに使ういいことに使うと学びました。ああ、本当。例えばどんな例文、はい、えー、っと、いいことずくめ。<laughs> そのまんまだね <laughs>。<laughs> まあ、<laughs> <で>例文にはそのまま出ましたから、うんうんねえー。いいことずくめとかね。はい。ね。うん。もうこれ典型だろうけど、 これずくめいいですよね、はいで。まみれだとどうだろう。まみれはだらけに近いかな。そうですあんまりよくないイメージ良くないですよね、はいで。まみれとだらけってどう違うかな。まみれはなんかなんていう体についてるなんていうドロドロな何かペタッと貼るような嫌なものみたいな感じで。それが体にこう付着しているというかくっついているっていう感じで、ね。はい 泥まみれとかそういううん、あそうだね泥まみれと言ったらもう体中に泥がこうピタッとくっついてる、はい、っていう感じだし泥だらけだと、まあ、くっついてるのはくっついてるんだろうけどもそれよりもなんか不快だ気持ち悪いとかそうです、ね、っていう意味の方が強くくるかな、はいうん、でそういう違うんですよ、ねうん、これに、まああのー、こういう場合はやっぱりそのずくめまみれだらけばかりの前にくる名刺やどういうのが 典型的なの来るのかなというのを考えながら分析するといいんじゃないかなと思いますねはいではポッドキャスト教えて篠崎先生第十六回でした篠崎先生どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では篠崎大使への質問をお待ちしております ウェブサイト篠研日本語教師篠崎大師研究室にあるフォームからお申し込みください URL は www.kanjifumi.jp www.kanjifumi.jp ですこの番組は提供株式会社篠研 プロデュース篠崎大志番組協力コロランテナレーション太田由紀子によりお送りいたしました。